バンバン、ハロウィーチュー、どうもマサルです。今回はカードサイズのシムフリースマホ、パンフォンゴールの販売が Amazon でスタートしていますのでご紹介したいと思います。まずはじめにスペックを紹介すると次のようになります。CPU は Qualcommのスナップドラゴン435、RAM は 3GB で ROM は 32GB、ディスプレイは 3.3 インチ、解像度は 1280×720 ドット、カメラは背面のアウトカメラが1200万画素、前面のインカメラは800万画素、それぞれシングルレンズになります。バッテリーは 800mAh で、OS は Android 8.1。そして価格については、この動画を作成している時点での Amazon での販売価格で 45,630円となっています。このモデルご存知の方はもうすでに気づいているかと思いますが、実は今年の春に発売されたパームフォンと全くスペックの同じモデルになります。価格についても春に発売される頃ほとんど変わっておらず、ほぼ据え置き価格での販売となっています。では何が違うのかということですが、実は違うのはカラーラインナップになります。春に発売されたモデルがカラーがブラックのモデルでしたが、今回発売がスタートしたモデルはゴールドモデルとなります。ゴールドモデルといっても、プレミアムモデルの位置づけではありませんので、あくまでカラーが違うだけの基本スペックについても、春に発売されたモデルと全く同じモデルとなります。ですので、特徴としても同じで、防水に対応しており、保護等級は IP68。OS は Android 8.1 を搭載していますが、ホーム画面などは独自のユーザーインターフェースを搭載しています。また、ジェスチャー操作にも対応しており、このパームフォンのジェスチャー操作というのは、アプリの頭文字を画面上に指で書くことによって、そのアプリを起動できるというジェスチャーが搭載されています。特にこの辺は画面の小さなパームフォンにとっては、それなりに使える機能になるかと思います。ただし、欠点としては、すでに購入されている方はよくわかっているかと思いますが、何しろディスプレイサイズが 3.3 インチしかありませんので、メイン端末として使うにはとても使いづらい端末になります。バッテリー容量も 800mAh ととても少なく、最新のスマートフォンは 4000mAh のバッテリーを搭載したモデルも多くなりましたので、それと比べると5分の1しかバッテリー容量がないことになります。価格は約 45,000円と高いですが、用途としては音楽プレイヤーとして使うといった、この小さな画面でも問題なく使えるようなアプリを動かすのに向いているかと思います。特に防水にも対応していますので、スポーツ中に何か音楽を聴くというような場合も使いやすいのではないかと思います。スマートフォンではありませんが、コンパクトな端末というと、現代でも Apple が販売している iPod Touch などがあります。iPod Touch の方は2万円程度出せば、このパームフォンと同じ 32GB モデルを購入することができます。ですので、半額程度で iPod Touch が買えてしまいますので、どうしても Android がいい方、また SIM カードを挿して使いたいという方以外は iPod Touch の方を購入した方がいいかもしれません。ということで、今回はパームフォンのゴールドモデルの販売がスタートしましたのでご紹介しました。なお、この動画の概要欄にはパームフォンのゴールドモデル販売ページ、それから今話の中でご紹介した Apple の最新モデルの iPod Touch、それぞれ販売ページのリンクを貼っておきます。購入を検討される方、また詳細なスペックなど気になる方は、リンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。